ルイス・ドミンゴ・ヒメネス・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのカンペチェ・パイレーツ所属。2005年8月22日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとドラフト外で、マイナー契約。2011年3月22日に、メジャー契約。しかし、試合出場はなく、4月4日に再びマイナー契約。 11月2日に再びメジャー契約をするも、翌2012年3月15日に、マイナー契約。その後も10月4日に、メジャー契約するも試合出場はなく、2013年3月30日に、マイナー契約。4月12日に再々度メジャー契約をし、その日にメジャーデビュー。その後は2度の降格と昇格を繰り返す。 シーズン後の10月17日にウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのエストレージャスオリエンタレスに参加。2014年も2度の降格と昇格を繰り返す。2014年10月27日にミルウォーキーブルワーズと契約。2015年5月3日にボストンレッドソックスとメジャー契約するも5月14日にマイナー降格。 6月15日にマイナーチームを FA となる。2015年6月15日に不審により退団したジャック・ハナハンの代役として、久保リーグの LG ツインズと契約、主に三類手として出場した。2016年はチームトップの26本類が102打点をマークする活躍を見せた。2017年7月18日に成績不審によりウェーバー工事され、 FA となった。2018年7月18日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。シーズン終了後はウィンターリーグであるリーガメヒカーナデルパシフィコのナランヘロスデエルモシージョでプレー。2019年の東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプにテスト生として参加。2月22日に育成選手契約を結んだ。背番号は124。 その1ヶ月後の3月22日に支配下、登録され背番号は99に変更された。しかし一軍に昇格することなく、同年限りで対団となった。2019年12月18日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだが、2020年のマイナーリーグが新型コロナウイルスの感染拡大により開催されなかったため、5月22日に公式戦に、 出場することなく自由契約となった。2021年6月29日にメキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約した。ありがとうございます。